こんにちは。毎度お世話になっております。今日は大嫌いなスクーターのオイル交換ですか？違いますダメですよ。あ、ダメですよ。パチモン作んりょんやな。あー、ちょダメ言っていきますよ、うん、ほらやっぱりパチモン作るじょんで今あれやろ、こうやって中身を抽出して、うん、廃油を入れて出荷すると。そうよ、今こうやって中身を出して、うん、ね、ちょっとわからんようにしといてやな、はいはいはい、はい、なんでこれをまた混ぜてやな、パチモンロイヤルパープルとして販売をしていくスタイルですね。薄めて緑がなんかちょっとこの皆さん、はい、紫がちょっと薄いなって感じませんか？薄いんじゃないこれ、本物一応本物だよこれ、はい、混ざり系 100% はい、ということでまあ今ちょっとまあ割とね、はい、ちょこちょこオーダーが来る宇宙最強オイルを製作中でございます、はいはい。ということで、はい、ちょっと僕の段取りが悪かったので、そうですね、段取りが悪いことで有名なんで、はい、まあそうですね、僕に段取りを期待するということは、そうですね、何でしょうか、こう二郎系ラーメン食いに行って次の日胃もたれを求めないのと似たようなもんですね。そういう感じ。はいはいはい、そうですね。ああ、そうですか。まあ、自分でコントロールしてくださいって話ですね、そこは。はい、ということで、はい、これも残りドボッと入れて。やばいやん、混ぜもん排除量やん。混ぜもん排除量ですよ、うん、いかんな、いかんですね。いや、この混ぜ物で出荷しようとしてますからね、本当にこれですよ、ロッセさんのやつですよ。ああ、いつもロッシー音大の、そうそう、いつもいろいろと貢ぎ物もしていただけてる、はい、ですか。いつもありがとうございます、はい、でまあ2月ぐらいにオーダーいただいてたやつですねあれみたいな、あれって思った。遅ない。ね、あれなんですよ。あれでしょう。段取りが悪いことで有名なんで、すっかり忘れとったんです。はい、いや忘れてはないんです。まあ、今回ですね、ブレンドをするにあたって、うん、オーダーいただいてる内容っていうのがですね。何ですか。キャンキャンに回るやつを作ってくれと。俺らそれらもうキャンキャンに回るやつを作ってくれと。どっかの国際 B 級モトクロスのお兄ちゃんみたいなこと言うやん、うん、そうやろ、それで、まあ、キャンキャンに回るやつを作ってくれと言われたので、はい、分かりましたって言って、うん、まあ今キャンキャンに回るようにあれなんですよ、今回ね、ちょっとブレンドに一つこれをね020、はい、あったんや、いや、取ったんですよ、このためにキャンキャンに回るようにするために。そうなんや。で、まあ、030とかは結構今までよく使ってたんですけど、うんうん、まあ030の方っていうのが、まあ、よくも悪くも割とワイドレンジなんですよね、うん、でそのブレンドにして使ったりとか、はい、あとはそのスプリントで使うには結構こうちょっと大変で、そうレンジがちょっと広すぎてその目的がちょっとこうなってまうっていう。だから、まあ、この020の方をちょっと仕入れてこうちょっと使っていく方が、まあ、実際使ってみてやっぱキャラクター的に分かりやすかったっていうのもあるしね。さらにしゃばくしていくスタイルで、いやもうシャッパシャッパやで、ほんまにもうなんていうの、水ほらちょっと分からんけどな、いつもとあんま変わらんけど、いやもう水よほんまに。そうなんです。でこれをですね、はい、まあ、ボトルに詰めてまた送り返すので、パチパープルを、はい、送るんですね。送ります。なのでボトルに詰めるところをちゃんと写しとかんと、こいつまたパチパープルを作っとるって言われたりかそうで、空きボトルを集めてきてからのそうこうやってね、空きボトルにちゃんとこれちゃんと中身はロイヤルパープルしか入ってないですから空きボトルに入ってに、はい、またこれを詰め替えてですね、充填していく作業ですよ本当に。でまあこれで、まあ、やっぱりね皆さんのところにお届けしてますよっていう映像を撮っとかんと、最近さもうほんまにお問い合わせが多くて、何のお問い合わせって言ったらあれっすよ、そのロイヤルパープルは本物ですかとか、もっと言うとこの SOD-1 は本物ですかみたいな問い合わせがめちゃくちゃ多いよね。それはもう皆さんこの画像を見てて分かるように、詰め替え品のパチモンです。いやいやいや、待て、いや詰め替えをしようと思ったらこうやってできるんですよ、だから正直で。分かんないじゃないですか、詰め替えられているのか、それともられてないのかなんか分かんないでしょ。そうですね。そうだから結局まあこうやってですね、なんていう、もう信じるしかないの、相手のこと。まあそうやな。そうそう、もう相手のこと信じれんやん、普通に考えて。そうですね。ちゃんと混ぜもんされてパチモンは作られよるっていう証拠は残ったんで言い方な、ほんまに言い方な、証拠まあ証拠やな、確かに混ぜパープルと証拠やと。混ぜパープルで1回開封して閉めとんの、本物かどうか分からないよこれ。ちなみに俺がこうやって動画撮って終わった後にまあシッって言って適当な混ぜたら分からへんけどな。分からんねえ、それがあるよ。であとな、最近まあロイヤルパープルに関してもそうなんやけど、一番問い合わせが多いのは SOD-1。ああそうなんや。 SOD-1 のこれパチモンじゃないんすかっていうお問い合わせはめちゃくちゃ多い。それは何？大林モータースのサイトで売ってるやつがってこと？じゃない。ああ、一般的にネットで売ってるやつ。そう、これ本物ですか、大丈夫ですかみたいな感じのお問い合わせが多くて。それは俺に聞かれても知らんかなとは思うんやけど、まあ結構お問い合わせが多い内容なので、まあちょっと喋っておこうかなと思うんですけれども、一応ね、まあ今D1 ケミカルさん、メーカーさんの方ともまあちょっと協議はしてるんですけれども、基本的にそのまあ整備工場さんがまあお客さんに向けて使うものを前提にして作ってるので、もともとはこの4リッター缶しかないんですよ。そうですね。この4リッター、はい。前ね言ったもんね、勝手に売んなって言って。そうなので、それはしかもエンドユーザーさんに対してその施工をベース込みで、その要は金額販売をしてくださいねっていうふうにはしてあるけん、まあやっぱ基本的にはインターネットとかでバンバン売っちゃダメっすよっていうまあ製品にはなっている。ただやっぱりこう昨今の情勢から言うと、やっぱ自分で施工してみたいとか、っていう方もいらっしゃるので、まあその場合に限って350のね、さっき持って帰ってもらってましたけど、ちっちゃいやつっていうのを一応ご用意はさせていただいているっていうのがメーカーのスタンスなんでございますよ。ということはまあもちろんその業者さんが例えばうちとかでもこの4リッター缶をそのまま「はいよ」っつって売ろうと思ったら別に売れるわけでございますよ。まあでも普通の人はこれ4リッターもあったらオイル40リッター分やけど、そういうことやな、いらんやろって使わんないけど、ただまあどの業界でもそうやけど、まあもちろんまあこんなこと言ったらいかんのかもしれんけど、で1杯の量で仕入れた方が安はなるんよ。まあ確かに。でそれを小分けして売っとったら、そうそれはもう分からんすわ。そうなんか一杯の量仕入れて小分けして売るっていうことをしたら、まあそれで安くなるし、もっと言ったらこの一杯の量の方が前は仕入れ単価もまあお安いわけでございますよ、基本的には。ならやっぱそれをその値段で出してまう人とかもやっぱおったりとかはすんねんな。で問題はこっからよ。じゃあそれが本物なのか偽物なのかっていう。それは神のみぞが知るな。そうなん、神のみぞ知るやろ。でメーカーさんからしたら迷惑な話やけどな。そうなんだけど分からんのよ。だけ結局そのオイルに詳しいおじさんなんかやったら分かると思うけど、海賊版なんかもうこれ見てもらったら分かるように「はいどうですか、これロイヤルパープルです」分かんないじゃないですか。分からん。もう本当に1回蓋が開いとる言語。そうでしかもそれもこういうふうに詰め替えをしてますよっていう解説されたら分からんや。でもっと分かりにくいのはこれなんや。そうやな。これって添加剤やけん、その品質によって効果がなかったのか、それとも自分の求めとる効果が本当に生まれなかったのかっていうのが分かりにくいんよな。そうですね。で例えば仮にやけど、品質による不良でその効果が生まれてなかったとして、じゃあその人が「なんや効果なかったやんけ」って例えば言うたとするやんか。ほんだらそれって非常に迷惑な話よな。そうだと思うよ。だからまあできるだけやっぱりその素性が分かってる、信頼できるところからやっぱり買っていただきたいなっていうのがまあ僕の気持ちでございます。でじゃあそれの見分け方っていうんじゃないけど、まあ一つはその D1 ケミカルさんのね、ホームページの方にここにおろしてますよっていう一覧があるわけでございますよ。販売店さんのね。じゃあまずはそこをまあご覧になっていただいて、はい、まあそこからまあご購入していただく方がまあまず間違いないかなと思います。まあ結構 Amazon とかねそういうところにも出してたりとかするところあるみたいなんですけど、はい、まあそれがじゃあ本当にそれなのかって言ったら結局保証ができないので、はい、まあやっぱ何かあった時にちゃんとそのまあ責任というかね、はい、ちゃんとこれ正規品ですよって胸張って言えるところからまあできれば買っていただきたいかなって思うのが僕の心境でございます。まあそりゃそうでしょうね。まあできれば大林モーターズのホームページから買っていただきたい。そりゃそうやろ、はい、どう考えてもちょっと早いよ。まだ俺はこういい話をしてこの人は言うことを言ってるなって思わせて最終だからうちから帰ってそういうことよ。相手が考えてることを先回りして言うやつはクズだってよったな。そうそうそうどっかのコメントで言われよったやろ。すいませんでしたまあということではい、まあ結構こういう詰め替えをもやろうと思ったら容易にできるし、ね、まあなんならこんなカンカンやラベルなんかねもうどうでもできますので、はいはい、でもさ、はい、ほらなんすかモトクロス動画も目が拭いたじゃないですか。あはい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 。なんと全日本でこの僕が今作った、はいパッチパープルを入れたマシーンがそうよなんと初戦九州で IB 表彰台3位表彰台あれ2位じゃなかったっけ2位だけ総合3位ね総合3位ヒート2 2位ヒート1 3位総合3位すごないだってあれやで自分で言うもないやけどマジで何にも知ってないよエンジンには。そうようんほんまにクソドノーマルよ。で足回りも基本ドノーマルの純正よ。マフラーだけ変えたかな。マフラーだけ変えたけんまあそれにパワーチューナーのセットはしてあるけど、はい、まあ本当に普通にクソドノーマルよ。そうっすよそんなプライベーターおる。そうしかも、うん、もうお父さんが頑張って整備しょおるっていうむしろなんならお前もちゃんと自分でもせえって言ってライダーにもやらせるっていうような普通のところが。そうよな、うん、俺この間中国戦行ったらなんか調子悪そうにしとって、うんうん、どうしたんやろって思ったら、うんオーバーホールに出して、うん、何のセットアップも専門もつけとったっていうそんなところが3位やででそれでお話を聞いてたらなんかお父さん曰く、はいまあ、西岡家にあるまじきぐらいまっすぐが早かったって言ったな、はい、そんなことがあるんですか、うん、大丈夫ですかでもうじゃあそれで何が変わったのって言ったらこんだけよ、はい、なるほどこのオイルの飛ぶ部分だけよやっぱりそう違うんですね違うっぽいですぽいですね、はいなのでね、はい、まあぜひともですねちょっとこうその違いの分かる男になりたいと結果を残したいという方がいらっしゃいましたらですね、はいまあ、このロイヤルパープルと SOD1 の方をちょっとたまに言っとかんとね今サムネが思いついた。何違いの分かる男は、うん、これを使えそれ前使ったっけ前使ったやん男は黙ってみたいなそれは男は黙ってあれは B でやけんなじゃあ違いの分かる男って言ってこうやっとこうか、うん、違いのうん、だってほらドライボのサムネ伸びたやん、うん、ああはいはいはいエンジンが治るみたいなやつやろ違いの分かる男みたいなロイヤルパープルみたいな感じでああいいじゃんそれでいきましょうギャンギャン回るオイルはこれだそういきましょう、はい、まあなんでね、はい、じゃあちょっとこれでうまいことできたらと思っておりますので引き続き、はい、全日本で勝てるオイルを供給していきながら、はいはい、そうっすねはい、はいもう供給しますんであれももうすぐでやろどれワグナーさんもそうでワグナーさんの結果もねまあどうなることやらっていうのはありますのでどうなるんですか分かんないですけど、まあ、うちで販売できるかどうかも分かんないんで、はい、まあちょっとそれも楽しみにしてですね、はいはい、またやっていきたいと思いますので、はい、では皆さん今後ともよろしくお願いいたしますはいということで、チャンネル登録高評価メンバーシップもよろしくですではまたバイバーイ。